はい、ゆうチャンネルです。本日紹介するのはこちら、ご注文お席ですか、オープニングテーマ&エンディングテーマの CD です。こちらは本日発売となっています。こちらはご注文お席ですかというアニメのオープニングテーマと、こちらがエンディングテーマの CD となっています。いや、このアニメはもうとても面白くて、もう毎週楽しみに欠かさず見ています。そしてですね、ここに両方記載されている通り、同時購入特典というのがありまして、アニメイトさんとか、アニメ関連のお店で、まあ、購入していただければ、大体もらえると思います。こちら、オープニングとエンディングが両方入れられるケースですね。表は、多分こっちですね。オープニングを歌っている5人。ちのちゃんと、まあ、ティッピーいますね。ココア、リゼ、シャロ、チア。シャロとチアに関してはお店も違いますし、この普段見れない制服姿ですよね。ラビットハウスの制服。そしてご注文席ですかって書いてあって、こちらがエンディングを歌っている3人ですね。ちまめたいですね。いやー、みんな可愛いですね。これはもうゲット必須だと思います。では早速 CD の方を見ていきましょう。あ、これ、これ初めて今見たんですけど、あれですね、キャラクターカードが入ってるんですね。5種のうち1種。ということは、この5人の誰かのカードが入ってるっていうことですね。僕的には、リゼちゃんが、まあ、好きなので、リゼちゃんのカードが入ってると、嬉しいです。あ、だと、こちら、あ、やっぱりそうですね。エンディングはキャラクターカード。全3種のうち1種封入。ということは、このちまめ隊の3人の誰かが入ってるということですよね。あ、僕はこの中だとまやちゃんが好きなので、出てくれると嬉しいです。では、早速オープニングの方から開けていきたいと思います。ここですね。開け方が違う。よいしょ。開けていきましょう。バッと。おお、こちらには声優さんたちの写真と、こちらが DVD ですね。そして、こちらが CD。やっぱりラブライブみたいに、この歌詞カードの間に入ってる感じですかね。では、歌詞カードを出して、あ、カードって多分これですね。これなんかいっぱい入ってて分かんないんですけど、とりあえず全部出してみます。せーの。あ、ココア。カード。これですね。カードこれですね。あ、ココアでした。また欲しいのが当たらない。まあ可愛いからいいですけどね。あ、これあれですね。こちらの裏面に書いてあった絵柄ですね。あー。なら、なおさらリゼが欲しかった。まあ、当たらないのはそんなもんですよね。でも、じゃんじゃん。あ、倒れちゃった。じゃんじゃん、開けましょう。エンディング。いや、なら、こっちで、まやちゃんを出したい。いろいろ落ちましたけど、開けます。破れない。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、CD。こっち豪華ですね。あ、ちゃんとまっすぐにすると、後ろのこのケースの背景と一緒になります。あ、こっちは凝ってますね。いや、そんなことより、カードですよ。開けましょう。出しましょう。また歌詞カードを出して、カード、あ、これですね。ありました。いきます。まやちゃん。せーの。わー、出た。やったー。オープニングでは、リゼちゃんが欲しかったんですけど、ココアが出て、エンディングでは、欲しかった
ったまやちゃんが出ました。いやー嬉しい。これはこの特典の絵ですね。こちらの絵になってます。いやかわいい。ちょっと止めておきましょうか。いやかわいいですね。まやちゃん出た。この裏面は何なんですかね。これティッピーかな、まあ、裏面は分かんないんですけど。いやまやちゃん出ました。いやよかったです。まあ、ラブライブの CD 関連のカードはもう好きなキャラは当たらないので、まあ、他のアニメですけどこういうのが当たると嬉しいです。でちょっとバラバラになってしまったんですけど CD をこれに入れてみましょう。オープニングとこちらエンディングぴったり入りますね。まあどうせ買うなら両方買った方が今ならこれもらえるのでお得だと思います。そしてカードはオープニングがこちらでエンディングの方がこちら、この2枚が出ました。いやーカードの嬉しさのあまりペラペラ喋ってしまいましたが、これでレビューを終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よければお願いいたします。